はい、初心者待機の初心者待機の領収承認プレイ。領収承認って何？これはね、ただの中華料理屋え、それどうやる中華料理屋あの、チェーンしてる。あ、そうだね、ね、メジャーとかなの？割とメジャー。あ、全然知らないわ。いろんな街にある。で、そこに降り立ったらいいね、要衝なんとか。領収承認、領収承認降り立とう。じゃあ、スーラータンメン食べような。まあ、この島にあるとは限らないけど。スーラータンメン めがけて、うん、まっしぐら。いる？他に。あ、他に音がした。よし、これ完全にマイハウジングでしょ。マウハウ、マイハウ、マイハウ、マウハウ。ただ、あ、いいね、一応役に立つと有名なサブマシンガンがサングが手に入ったわ。でも明らかスナイパーみたいなでさ、パラディンもな、使いこなせりゃいいんだけどな。まもなく崩壊が起きるだろう。いや、お前使いこなせたら意外な才能が発揮されたなって驚くわ。タイタン、タイタンは、いや、タイタンはね、アタッチメントないとダメ。いや、別にでめちゃめちゃブレんだよそれ。あ、そうなの、ダメだな。じゃあやめとこ。あ、分かんない、世間的にはまあまあ強いらしいけど、なんか俺はもう即捨て安定武器だから、ね、あ、そうなの、とりあえず。いや、でもどうだろう、弾いっぱい入ってんだけども強いのかな。リロードの隙がさ、あんまないか、隙がないっていうか75発入ってるからさ。この家まだ誰かいるかもしれない。あー、これアウトライダー。このあれもアウトローはあれです、砂です。あ、そうだな。車の色に反射して今めっちゃ多いなさ、なんか意外と凝ってんな、そういうところ。9ミリは取っといた方がいいでしょ。それのためでしょ。落としたなと思って。え、マジで？気のせいか。あ、いるわ。多分その奥の部屋にいるわ。あのガションはね。お、確証。え、倒しに行った方がいいまであるぞ、結構。倒しに行こうか。うん、その奥。どっちだ？デッサもダメだな。待って、投げ物は。そこはまだ違うと思う。それただのクローゼット。メッシュ前にアリじゃね、あれ出てくるのをちょっと開けて、左チラッと見て。俺あの部屋に、ね、いると思うから、そこに仕掛けようぜ。いる？本当にいると思うよ俺は。あ、でも出口がもう一個あんのかな。どう仕掛ける？ちょっと開けてちょっと左チラッと見て。あれ違うな。あ、ここじゃないっぽい。ごめん、早とちりしたわ。でも今さ、アイテムボックスのさ、ガシャーンって落としたじゃん。超近くにいるのは、あ、せっかちだ、俺の大好きな。せっかち拾ってこうぜ。最後せっかち回復ラッシュやりたいからだな。デスターメディック、メディックはいらない。いるね。足音してる。サプライドロップが来るぞ。こんなのっそり来るってことはもう、いらんでしょ、それ閉めるの。これもうどうでもよくない、こいつ。てか、遠っ。出て走ろうかな。これでもカーいるぞ。さすがにあの、ウォーカーはね、愚かだと思うから。あと BP! 絶対いるわ。ほんと。あれ、お前下そんな取ってなかったんだ。モビリティエンジニア、何、どうしよう。もうそんな時間もないんだわ。じゃあもう車で、あの、一気に中央まで突っ切って、そこから車ここら辺ない、ね、こいつらがあの全部の車の免許持ってたら何でも乗れるはずなんだけど、なんかバギーしか免許持ってないんで。バギー絶対免許なしで乗るでしょ。で、あの乗用車とかさ、こいつら絶対乗れるべきじゃん。うん、多分普通にセンスで乗れるけど、バギーなんてあんなもん。あ、そうな。
バギーそんな簡単なの？下簡単でしょ、ひねれば走るでしょ、あのもう多分乗ったことないか分かんないけど、なんかでもそれぐらいの簡単さはありそうだな。後ろから来る感じ。いや後ろはもういいって。そんなもうデッサダッシュマンしかいないから、もし後ろにいたら。あそこ？てかお前もうキョロキョロはしない方がいい。もう1個の情報をまず処理した方がいい。じゃあバギー探しだよ、これは。これは純粋なるバギー探しだとしたら、なおさらキョロキョロしてもないものはないから。さっきなかったのに。そうだね、生えてないバギーが生えてる。ない。そう、なんか見てない。あ、トラックあんじゃん。車があるじゃん。車あるじゃん。え、ついにその辺の家も。あー、もうその時間ないか。ないな、ないな。あ、でも別にいいや、車あるからさ、あの食らってもいいじゃん。どうせ1か2しか食らないし。だからちっちゃい車しかなかった。あのバックパックが欲しい。そうそう、ダメだ、こっちはいらん。上の階行けよ。いや、まあそこでもいいけど。あ、でも空いてるな。ここだけ見てない。その隣のあれも見ろよ。もういい。何その、なんででかい方を見ない、ちっちゃい方だけ見たの。下手かよ。まさかそんなとこで突っかかえると思わなかった。早かったな。うん、まあ、体力は大丈夫。あ、車がいる。あ、まあ、同じ降りたやつ。ヒッチかい。てか結構遠いな。まあ、あんま下手に走ってるとその辺。間に合わねえな、全然間に合わねえ。いやいや、もう車で行けって。通知する。さらなる崩壊が予想される。車で、ね、指定されたセーフゾーンに向かえ。うわー、それはね、そうなる。こうなるか。うん。これは普通に絶望だな。デッサだ、デッサ。デッサダッシュがラストに待ってる。デッサダッシュいいね、それで走れ。やべえな、回復もうねえんだ。遠っ。これ普通に間に合わないまである。いや、間に合いはするけど、間に合いはするけど、その体力がもう50とかになるからさ、多分絶望で、絶望だ。いやでもリバータウンにはたくさんの家屋があるから、そこで回収したいところ。はい、61。あそことかもうここね。うん、サプライドロップ接近。静かね。ドワーフじゃねえ。ドワーフじゃねえ。ドワーフって。お、あ、いる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 、いるから。ちょっと待って、落とした今完全に。あ、え、待って、そいつ右側ん？ガラス割って出たってことはさ、ほらほら、うわー、これはもうあの体力の話でしかないから。あ、そうか。あれ、うん、そんなに死ぬと思ったら体力だ。でも2発で死んでるから。なんか投げればよかったわ。うん、いやでも投げてもいないと思ったんだよね。アイテムそこそこ落ちてたから。 いるは確定じゃん。だって音鳴ったじゃん。いる確定だったら投げてる。いるは確定だよ。でも逃げたと思った、もうパリンで。いやでもパリンして足音してないから。でもね、可能性がね、2分の1で、あれアイテムいっぱいある、うん、いないって。いやいやいや、落としてるからいないはないのよ。いないはなくて。そうか、じゃあちょっと判断ミス。どこにいるかだけの話だよ今の。ちょっと今全然だったね。全然でしょ。全然だったね。とにかく全然だった、ね。うん、